皆さんこんにちは、島村が君の町田店ギターインストラクターの川原祐介です。今回の動画はストラットキャスターのつまみの、それぞれについて。はい、今回はこのストラットキャスターの、コントロール系を見ていこうと思います。まず、ボディの真ん中についてこの3つの、なんか金属が打ってある、ね、細長いやつ、これギター用のマイクです。ピックアップというんですが、ここでギターの音を拾っているんですね。でここについている一番上のノブ、マウスのところ、これボリュームって書いてありますが、そのままギターの音量になってます。今つないで音が出る状態になってますが、時計回りに振り切ると、ボリューム最大という状態になります。アンプからの音が出ますね。これ半時計回りにして絞ると、はい、ギター本体だけの音になります。で、まあ、最大にしておきましょう。はい、でこれここですね、ここに、レバーがついてます。このレバーはさっきのマイクの位置を選べるようになってます。3つのマイクいっぺんに拾っているわけじゃなくて、1個ずつをそれぞれどの位置で使うかというふうになっています。このレバーを一番上にすると一番前のマイク、1個下げると、この前と真ん中の2つの間を半分ずつにして拾っています。もう1個下げると真ん中ですね。で、もう1個下げると真ん中と後ろのマイクの半分で撮ってます。で一番後ろにすると一番後ろの、マイクだけで拾うというふうに5段階のレバーがついてます。これあのお持ちのギターでもしかしたら3つになってるものもあるかもしれないですね。その場合は一番前、真ん中、一番後ろという3段階になってます。はい、ちなみに一番前だとちょっと柔らかめの音が、で一番後ろにするとちょっと固めの音がします。これはギターは前の方で弾くと柔らかい音、後ろの方で弾くと硬い音がするので、それを拾えるようにやっています。ちょっとそれぞれ見てみましょう。は一番前のレバーにして、2つ目のつまみです。トーンって書いてありますが、これは一番前のマイクの、音色を変えられます。今時計回り振り切っているので中の状態ですが、これを絞っていくと、はい、ちょっとこもった感じの音になりますね。こういう風にトーンを絞って、まあ、針があまり出ないようにしていくと。3つ目の回すところ、ノブは真ん中のピックアップのトーンですね。はい、というふうになっております。一番後ろにはこのトーンノブは関係なく固定のものになってます。はい、ストラトキャスターの音を出してみましたが、いかがでしたでしょうか。ボリュームとトーンと、あとはピックアップセレクターというレバーがついておりますが、ボリュームは上がってさえいれば、あとはアンプが音が出る状態であればちゃんと音が出ます。トーンも、絞ってても音は出るんですけれども、基本的には、10の状態、時計回りに振り切った状態にしておくといいと思います。で、これらボリュームとかトーンを全部最大の状態にしているのを、フルテンって言ったりします。フルで10、全部10なのでっていうような感じですね。で基本的にはこのフルテンの状態で、練習しておくといいかなと思います。で、好みに応じて音量を下げたり、トーンを絞って、ちょっとくすんだ音にしたりとかっていう風にしていくといいと思います。まずはフルテンで。はい、今回の動画はいかがでしたでしょうか。ストラトキャスターの、音のセッティングの方法でしたけれども、ギター本体はね、つまみはまだ3つでレバーも5つ分の段階で変化するという感じなので、まあ組み合わせは結構いっぱい出てきますが、とりあえず、音を出して楽しむためには、この操作方法を覚えておけばいいかなと思います。実際、映像面に関しては、レッスンで通っていただいた方が早いかなと思います。おそらく最初にもしかしたら教則本っていうのを、おすすめしてお持ちの方も多いかもしれないんですが、それにも多分 DVD とかついてるものが最近は多いですかね。見ながら練習していただくといいと思うんですけども、やっぱり分かりづらいなという方は、直接先生に教わるといいかなと思います。エレキギターの教室もありますので、ぜひぜひお気軽にお問い合わせください。皆様のご来店をお待ちしております。